初代、瀬川菊之丞とは、共本年間に活躍した歌舞伎役者。小山の名優。拝名は、道子。屋号は、浜村屋。通称は、浜村屋六甲。小山役者の初代、瀬川菊次郎はその弟。元は、大阪道頓堀の貝塚屋に三郎かかえの浜村屋。吉次という色子で、弟の菊次郎と共に、瀬川竹之丞の門下となって、 瀬川義次と名を改める。宝永6年正月、16歳の時に瀬川菊之丞と改名し、大阪で若尾山として初舞台を踏んだ。しかし、吉川家たちは住人並みで、声はしゃがれて低かったことから、あまり人気が出ず、芸の行き詰まりを感じて25歳で役者を配慮し、大阪で玄衛門という男に身を託し共に暮らした。後に、 京都恵比寿川通りで商家を営む。役者を廃業して3年が経った、教法5年、28歳で舞台に復帰する。かつての地味さはなくなり、あでやかな役者ぶりで、その芸が認められ次第に評判となる。教法13年には京市三座において、京成万蔵館の無限の金の芝居で名声を博す。教法15年、江戸へ下り、三都随一の女方と称えられた。 脳に取材した舞踊にも、傑作を残し、道成寺や、石橋の書斎寺を得意とした。中でも、遠鏡元年春に初演した、百地鳥娘道成寺は、現在は曲、振付ともに耐えてはいるものの、後に、初代、中村富十郎が、娘道成寺を踊るにあたって土台にしたものの一つになった。また、原文4年の大阪で、 人形浄瑠璃のひらかな清水器が初演されているが、その中の四段目に、聖成梅貝が蝶子鉢を使っての無限の鐘を演じる場面があり、これは、初代、菊野城の無限の鐘の演技を映したものであると言われる。日常生活でも女装を通したという、芸論書に女型秘伝がある。ありがとうございます。